か、この動画がいいと大事がぶったぎる。こんにちは、ミカです。ヨシです。マイです。今日はプラモを組むんですけど、恒例の飲みプラをやっていきたいと思います。イエーイ。早速、開封の儀、ほろ酔い、ほろ酔い、セルサワー、巷でね、流行ってる、流行りの。乾杯。乾杯。だいぶうまい。うまい。やばい、これはまず量がなくなる。で、今日はこんな感じでゆるっとやっていくんですけど、今回組むのがこちら。でーす。なんでしょう。ガチャガチャ。これはね、私がね、数年前にね、秋葉原のヨドバシカメラで多分フレームオペレーション2。じゃあ、はい、右か左かみたいなやつだろ。ちょっと待って。はい、右。私から見て右。右手、左手、ミカの右。え、なんかこれ羽ついてるよ。え、ウィングガンダムゼロ。あ、これあ、これキマリス。え、キマリスじゃん。ウィングかわいいよね、羽。ウィングかわいい。うん、あ、で、え、こちらも同じく唐揚げ。唐揚げくんの方ね。唐揚げくんの方。何味？え、やばい。スタミナニンニクダレ味。なんかちゃんとランナーになってる。全部ランナーでくっつける感じになってる。よし、じゃあ組んでいこう。組んでいこう。説明書がない。説明書が、そう、説明書がなくて、もうこれですみたいな感じの絵が一つボンってあるだけなの。きた。マジ？きた。すごい。え、ちっちゃ。だいぶちっちゃい。ちっちゃい。なんかこういうキャラいそうだよね。外国の映画とかで。アントマン、アントマン、アントマン。あとは自分の頭で考えている周りをつけてけ。音えぐいよな。え、できた。え、すごい。待って待って、無理無理無理。え、まずい。え、なんでそうやってエンディングみたいなしてんの。全然落ちない感じさ。全然落ちないんだよ、本当に。なんか向き違うか。何だろう。こうなるね。完成しました。結構でもかかった気がする。確かに。もう飲み出しちゃう。確かに。じゃあ最後に飲み干そう。よいしょ。さあ、この動画がいいと思う。大事がぶったぎる。ガンダムフレームオペレーション2の、ウィングガンダムゼロとガンダムキマリスを作ってみました。なかなか難しかった。なかなか難しかったね、うん、あとすごい力がいる。力がいる。パーツがちっちゃいから指先にめっちゃ力を入れなきゃいけなかった。作りごたえあった。ちっちゃかったけど、ね、怒る。なんか説明書がない分、うん、楽しい。確かに。自分で考えてやるから、ね、え、これどうやんのみたいなのがワクワクする、うん、いつも通りの飲みプラでグダグダな感じでした。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。